皆さんこんにちは。リバスタの時間です。この動画は小学校1年生の国語文を作ろうの内容です。教科書の34、35ページを開きましょう。今日の目当ては写真を見て〇〇が〇〇するの文を作ろうです。今日は文を作るお勉強をします。文とは何かお勉強していきましょう。まず34ページを見てください。最初の文を一緒に言ってみましょう。さん、はい。人が歩く。このように〇〇が〇〇するという形を文と言います。では一緒に文を作ってみましょう。35ページの上の方を見てください。鳥がいますね。鳥に指を置いてみましょう。何をしていますか？そうですね、元気よく飛んでいますね。文にすると鳥が飛ぶとなります。次は35ページの下の方を見てください。イルカがいますね。イルカに指を置いてみましょう。何をしていますか？そうですね、気持ちよさそうに泳いでいますね。文にすると、イルカが泳ぐとなります。他にはどんな動物がいますか？鳥の下に猫がいますね。猫に指を置いてみましょう。何をしていますか？文にするとどうなりますか？猫がの続きを考えてみましょう。一旦動画を止めて行ってみましょう。できたら動画を再生しましょう。できましたか？例えば、猫が立つ、猫が手を叩く、などとなりますね。次に猫の下にいる豚に指を置いてみましょう。何をしていますか？文にするとどうなりますか？豚がの続きを考えてみましょう。一旦動画を止めて行ってみましょう。できたら動画を再生しましょう。できましたか？例えば、豚が座る、豚が上を向くなどとなりますね。次に教科書の左側にクマがいますね。指を置いてみましょう。何をしていますか？文にするとどうなりますか？クマがの続きを考えてみましょう。一旦動画を止めて行ってみましょう。できたら動画を
再生しましょう。できましたか？例えば、クマが寝る、クマが横になるなどとなりますね。文を書くときは必ず最後の丸を忘れずに書きましょう。画面を見てください。丸は四角のどこに書いてありますか？そうですね。右の上の方です。丸を書くときは下からスタートします。先生と一緒にぐるっと丸を書いてみましょう。皆さんは教科書に書いてある丸をなぞってみましょう。さん、はい。できましたか？今日は文についてお勉強しました。たくさん文を作って言ったり書いたりしてみましょう。今日のお勉強はわかりましたか？それではイバスタの時間は終わりです。頑張りましたね。皆さん、また会いましょう。